風雲は中国気象局と中国国家リモートセンシングセンターが運用する中華人民共和国の気象衛星。極軌道衛星である FY-1-3 シリーズと静止衛星の FY-2-4 シリーズの2種類の衛星で構成されている。1988年より現在まで極軌道衛星9機、静止衛星10機が打ち上げられており、 今後は2033年までに FI-3 を7機、FI-2 の後継となる FI-4 を5機を打ち上げる計画となっている。風雲1号シリーズは中国の国軌道気象衛星である。1988年から2002年にかけて4機の衛星が打ち上げられ、2012年まで運用された。国軌道気象衛星シリーズは後継の風雲3号へ移行した。 衛星の開発は中国国家公典局が担当し、ミッション要件定義、地上システムの開発、衛星運用は中国気象局が行った。衛星は三軸安定方式で、設計寿命は2年である。破壊された風雲1号 C による主なスペースデブリの軌道。白線は国際宇宙ステーションの軌道。風雲1号 C は風雲1号シリーズの3号機で、 1999年5月10日、調整4バイト型により、極気筒の高度8 7 0トルに投入された。分解の1 1トルの多波長イメージャーを搭載した気象衛星で、打ち上げ時の重量は約9 6 0ラム、設計寿命は2年とされている。2007年1月11日の弾道ミサイルによる人工衛星破壊実験の標的となり、 観測可能なものだけで2841個以上という大量のスペースデブリを発生させた。これによって生じたデブリは軌道高度約 800km と高いため大気圏への突入に時間がかかることから ISS や他の衛星への接近など大きな脅威になっている。2013年1月22日に破片がロシアの小型衛星ブリッツに衝突し、 使用不能になっていると見られることが同年3月8日に発表されたが、後にこれは風雲1号シートは無関係の破片であることが分かった。風雲2号シリーズは中国の正式省衛衛星である。2018年7月現在、FY-2EFGH の4機が軌道上で運用されている。衛星は GMS や コーズなどと同じスピンは安定方式であり、直径は2.10メートル、高さ1.60メートルの円筒形である。重量は1380キログラム、スピンレートは100プラスマイナス 1rpm で、撮影はスピンスキャン方式が採用されている。1994年に1号機が打ち上げ試験中に発射台で破壊され、2号機である。 FY-2A が1997年に打ち上げられた。これまでに8機が打ち上げられた。風雲3号シリーズは風雲1号の後継となる極軌動気象衛,衛星である。2021年7月現在3機が運用中で2025年までにさらに4機が打ち上げられる予定である。衛星は3軸安定方式で設計寿命は5年である。 風雲3号航空観測衛星は、計画中の国機動気象衛星である。救命は、FI-3RM-1-2。全球降水観測計画種衛星と同様の空、カバンド降水レーダーを搭載し、低緯度熱帯地域の多頻度観測を行う。2023年及び2025年の打ち上げが、計画されている。衛星は三軸安定方式で、 設計寿命は3年である。風雲4号シリーズは風雲2号の後継となる正式省衛衛星である。2025年から2033年にかけて国旗の打ち上げが計画されている。衛星は三軸安定方式で設計寿命は7年。ありがとうございます。